はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田龍でございます。光る光る様、ゆうよし様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございました。自民、公明、維新、国民が毎週憲法審査会開催を要求しました。相手は共産、立憲、社民、令和かな。立憲、これを拒否。我々は予算委員会が開かれている間は応じないという方向で頑張っている。なんだそのふわっとした頑という方向で頑張る。なんだそのふわっとした。ネットの反応です。税金泥棒、こいつらふざけてんのがマジ。本当に予算委員会中も盛りかけ審議要求していたような。維新と国民が参加してるなら立憲は審議にいらん。党名変わっても党首変わっても同じ。憲法を論じない連中の政党名が立憲民主党ってすごい皮肉。こいつら抜きでやれ。欠席は賛成ってことだぞ。どうせ虫の息、すぐに消滅するからどうでもいいだろう。ブルージャパンの今年の予算はいくら？ああ、9億円金流してたみたいですけれども、なんか実態のない会社に。予算委員会中は憲法議論しない原則。そんなの初めて聞きましたけど、皆さんそんなのあるって知ってました？予算委員会だけなの？それとも総務委員会とか外務委員会とか委員会すべて開催中は憲法議論しない原則あんの？なんか連中が急に脳内で作ったような気がしてならないんですけど、そんな原則あるんだったらね、予算委員会の委員と憲法審査会の委員分ける必要ないじゃんね。全くないじゃんね。予算委員会で憲法の議論もしてますってならわかるけど、おかしいだろ。日頃後先考えずにですね、綺麗事言ってるツケでまた尻滅裂なことを言い出してんな。まあこれがめちゃくちゃ先送り先送りで後先考えずに、そうなった結果どうなるかっていうのを考えねえで日頃から発言しているツケですよね。選挙に負けても代表が変わっても改憲議論はしたくないっていう必死の姿勢は分かりました。これは支持率右肩下がりの秘訣であるな。4年間ずっと審議拒否して盛りかけしかやんなかったから衆院選負けたんですよね。別に共産党と組んだわけじゃなくてね。こいつら抜きで議論しろって意見が非常に多かったんですけど、まあ面倒なことは後先考えずに先送りするっていうのは左翼ばかりじゃありません。岸田政権もそうなんで、まあ無理だろうな。立憲と共産欠席で憲法審査会開いたらまたテレビがね、ギャー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 、強硬だとかね、めちゃくちゃだとか、まあ朝から晩まで言ってもあんでしょうからね。それはめんどくさいっつって岸田政権はまあ先送りするでしょうね。維新と国民が参加して議論してんだったら欠席してる立憲と共産が異常だって形にできんのに、まあ岸田政権はまずやらないでしょうね。めんどくさいこと大っ嫌いですもんね。特に参院選前は、見送るとか、参院選を言い訳にしてですね、何でもかんでも見送ってっからね。佐渡金山の世界遺産登録とか入管法の改正であるとかね、問題を何も考えずに先送りする岸田政権って、なんか後先考えずにですね、借金して生活してる生活破綻者みてえだな。いずれ返済を迫られる時がとうとう来るのに、そん時は俺は総理じゃねえからあと知らねえって腹なのかな。これから死ぬまでね、岸田文雄は
元総理って肩書きつくから、それで満足、それだけで満足なのかもね。あとはまあどうでもいいやのつって、細田政権みたいにちょっと嫌なことがあるとすぐ辞めちゃうかもしれないですね。あと福田息子、あなたとは違うんです。ふふんっていう福田息子ね。あの人もなんかちょっと嫌なことがあるとすぐ辞めちゃってっていう、苦言ですよ。返済は人任せっていう連中ですか。立憲民主党の衆院選敗北総括案っていうのを昨日言いましたけど、共産党と組んだ末で左傾化しすぎと世間に誤解されたなんていうものでして、まあ結局は共産党が悪い、誤解した世間が悪い、俺は悪くないっていう内容でしたけど、昨日ですね、幹事会が開かれて候補一本化の否定だなど異論が相次ぎ、原案領収を見送りだそうであります。つまり総括出さない、ネットの反応、総括すらグダグダ、問題点は見ないふりしてるだけ、誰も責任取らない立憲民主、共産党いなかったら枝野は落ちてただろう。立憲民主に限りませんよ、誰も責任取んないのは。左翼全般に誰も責任取んねえから、ツイッターでね、比例は共産党とか言う、アカウントたまに目にしますか。令和新選組推しなんて、プロフィールじゃねえ、アカウント名に書いてある、アカウント見ますけど、あいつらも発言に一切責任取るとは思えませんからね。結果を正しく受け止めることもすらできない、これではさらに見放されていくだけ、そうやって多席ばっかりにすっから終わってんだよ。このままうやむや、何も分析できてなくて草。これね、サイコパスって人に被害与える、サイコパスっていうなんか人と違った性質があるんですけど、もちろん人に迷惑かけないサイコパスもいるんですけど、その人らって自分が悪いって、自分が人と変わってるって思ってねえから治療しねえのね。治療っていうか、こういうのは世間から見たら変わってんですかねっていう言葉に耳かさねえんですよね。ですんで治療不可能とは言われてるんですけど、自分の過ちを認めないイコール治療不可能、このまま消滅までまっしぐら、猫まっしぐらって感じでしょうかね。新たな総括案を作る動きは全くありませんでした。まあこのまま総括出さずに、反省せずに参院選突入なのかな。よかったよかった、反省と改善のない連中で、これで下手にね反省しちゃって、良くなっちゃったら潰すに潰せねえからね。原案を作った立憲幹部、共産と組んだことで比例で 5%、 小選挙区で 3% 程度票を減らしたデータを示したが理解されなかった。現に共産と組んでマイナスだったんですよ我が党はっていうデータ示したらしいんですけど、まあまあ理解されない、結果を気にせずその場その場で綺麗事言いたいだけの左翼にとってデータや真実は実は敵なんですね。データとか真実とか大嫌いだから左翼って、夢の中でふわふわ漂っていたいドリーマーなんでね。我々はリアリスト、そんなことを実現しちゃったら結果こうなるんじゃないの、ダメなんじゃないのっていうところまで考えられるリアリストが我々で、そこまで、そう言われてもですね、そのことは考えないようにするドリーマー、その時その時で綺麗事言いたいドリーマーが左翼であります。まあ言いたい放題できなくなるからね、要するにガキなんですよね左翼ってね。先が考えられないガキンチョ左翼、次回衆院選に向けてですね、全体的な戦略の見直し、女性候補を積極両立する女性候補者チーム仮称を新設する方針らしいんですけど、なんだその全体的な戦略の見直しって。夏の参院選には間に合いませんこれは。全体的な戦略の見直しってなんだふわっとほわっとした、そんなの短期間でできるはずねえっすよね。
大体一体何を指すんだか全然わかんねえし、チーム作ってですね、女性候補を積極擁立したいらしいんですけど、女性だから公認するっていうの男女差別じゃないですか。そんなの全然公平じゃなくて、ただの女性優遇男性冷遇の男女差別では、まあ、こいつらが言うですね、ジェンダー平等っていうのを自ら否定してますよね。男女平等は私反対なんですよ。平たく等しくなんかできるわけねえじゃん。男が子供産めるようになったらまた別かもしれないですけど、技術の進歩でね、男女公平なら人間の力で実現できますよ。平たく等しくなんてそんなの無理だよ。神でもあるまいし、まあ、日頃からですね、後先考えずに適当なこと言ってんのが丸わかりですね。連中が言ってるジェンダー平等ってその程度のもんだから、女性ならいいやっつって公認する、これのどこが男女平等なんだって話ね。そんなんだから、まああの被疑者減っていくのかな。地方議員はですね、立憲のあの議員ってそれなりに美人枠で成功しちゃってます。成功しちゃってます、それなりに。なんかね、町田とか都内の区議会市議会でも美人候補多いです、立憲は。でそれなりに当選しちゃってんのね。まあ希望者いるのかな、国政でもな。公認済み候補もやーめたっつって逃亡してる事態なのに、新たに人が来るんだろうか。まあ謎なんですけど、参院選比例の立憲公認候補の元モー娘、市井さやかが自身のインスタとです、でですね、自分のインスタでですね、何の予告もなく、出馬、やめた。ああ、立候補、やめた。育児と両立できねえから。って表明してですね、立憲本部は聞いてないっていうことらしいですよ。26日以降、まあ今日以降ですか、大西選対委員長もですね、本人と面談して事情を聞く方針だそうですけど、1位さん、2019年に参院選に立憲からですね、比例で出馬して落選してました。ネットの反応です。泥船から逃げ出した。美人枠は辻元清美がおるから、ええやん。なんか衆院選、落選した辻元が参院に鞍替えして、しかも比例で出るらしいですね。美人枠で。思ったより常識的だった。2019年より情勢悪いし、支持率落ちてるし、まあ到底当選なんかできねえんだろうな、無駄な努力やめたってことなんですかね。言っておかないと勝手に立候補させられそうだし、この党は事前調整しないし、アポも取らないので、党員が突然辞めても文句言えない。泡沫候補ですら逃げ出すクソ政党ってこと。2019年参院選での写真なんですけど、塩なんとかと一位と蓮舫ですか。まあどいつもこいつも白いスーツ着て同じような格好して、中は黒い T シャツですか。多様性はどうしたって話。なんだそれ、ユニフォームかって。ここでもですね、日頃やがましく言ってる多様性を自ら否定と。何が男女平等なんだか、ジェンダー平等なんだか、多様性なんだか、さっぱりね。まあ立憲っていうか左翼はこんなのばっかしですね。まあガキンチョだ。自分が何やってっか分かってないガキンチョなんですわ。共産党の女性地方議員でですね、ロングヘアのゆるふわスカートの人いないっすよ。全くいないっすよ。みんなパンツスーツかなんかで短髪でっていう人ばっか。共産党の地方議員はね、まあ共産党はですね、統一された多様性とか言ってたし、自分らの認めた多様性しか認めんぞっていうですね、脳みそに矛盾を抱えた集団なんで、そうなのかなって気もしますけど、唯一無二の支持者連合からですね見限られ、元芸能人の客寄せ候補も
逃げ出す立憲と。まあ、あの女性候補擁立チームって作っても到底うまくいかないんじゃないか、人を集まんないんじゃないかなんて思いますけどね。まあ、その時はその時でですね、今までものすごい数乱図をしたですね、なんとか追求チームみたいにいつの間にかなかったことにすんでしょうね。なんとか追求チームっつって結成しましたなんつって写真撮っておしまい、その後の報告書とか一切出さないね。まあ、あの左翼標語なんですけど、左翼はいついかなる時も責任を取らないというか取れないっていうのが左翼なのかなって思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。